たぞ。ホッピー、エマ、おかえり。ただいま。おかえり。なんで私の体内で培養したのさ。命を再現し生み出せ。私こそが神だ。夢じゃないですよね。うん、今まで通り CR に協力するようにって。日向審議官の許可も下りてるんだって。京太郎先生が。ええ、もちろん私だけじゃないんだよ。え、北条 M、 なぜパラドが消滅したのに君がエグゼイドに変身できたのか。その答えはただ一つ。まさかあの時。君が再びパラドに完成した男だから。パラド、あれ、なんで俺。夢じゃない。俺がお前でお前が俺でしょ。頼りにしてるよパラド。でも救急通報じゃない。ああ、こちら電脳救命センター。